森山芳明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山芳明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。こんにちは、森山です。本日はゲストとして空色みかん工房の六本木くのちゃんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、 VTuber の六本木くのです。今現在、美と健康について楽しく分かりやすく YouTube 上でお伝えしています。チャンネル名は六本木くののクレネージュ美と健康チャンネルと言います。美と健康について興味がある方はぜひご覧になってみてください。本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。本日も質問があるということなんで、質問の方よろしくお願いします。はい、30代女性主婦の方からのご質問です。もしかしたら ADHD、ASD かもしれないです。病院へ行くのが初めてで緊張します。大人の発達障害の検査はどんなことをするのでしょうか、というご質問なんですけれども、いかがでしょうか。こちらなんですけど、実際僕が発達障害かなと思って行った時ですね。はい。大人発達障害の診断っていうので、まあ行った時に、まずやったのが、脳波の診断をしてくれまして。MRI 的なあれですか、なんか。みたいな感じですね。脳波を見てくれるんですけど、そういう機械がありまして。へぇー。でもその脳波調べたら一発でわかるんですよ、それで。面白いことに。そんなすぐわかります？すぐにわかります。その脳波で見たときに、青くなってるところがもう発達障害の症状出てるって感じなんですよね。青くなってるところっていうのは、全然ちゃんとその脳がちゃんと働いてないみたいなところなんで、でその辺が結構ポイントになってくるんですけど、その脳波の診断をまずしてくれましたね。一番最初が脳波の診断なんですね。で、もうこれはバリバリ発達障害でっていう話で、ADHD と高機能自閉症ですね、みたいな話になったんですけど。ですごい、わかるんだ。わかるんですよ。ちゃんと出るんで。意外でしょ。いや、私なんかイメージとして、なんか筆記テストとか、なんか面談でそういう判断をするのかなと思ってたので、まさか脳波を測って一発でわかるっていうのはちょっと衝撃ですね。脳波調べる前にちゃんとなんか問診みたいなのありますよ、もちろん。アンケートになって、それ答えて、みたいな。テストも実際やってもらったんですけど、発達障害向けのなんか診断のところあるんですけど、はい、種類が。で、そのまあ診断のテストも受けましたけど、まあでもやっぱり一番の決め手は脳波診断でした。その次は何をするんですか？脳波のその診断をした後は。脳波を診断した後はもうそのテストですよね。その筆記のテストみたいなのがあって、それをやって、紙かなんか渡されたか忘れましたけど、URL 送ってもらったか忘れましたけど、それで、セルフというか、やって、で、結果を見せて、みたいな。で、それでまたもう答えてもらって、みたいな。その後はもう基本的には、じゃあ、っていうので具体的な治療ですよね。どういう治療をしていくか、みたいな話になりましたね。ああ。もうそう分かってるんで、もう出てますから。ああ、そうなんだ。じゃあ、もうそれは、もう病院に行った、その日にもうそれは全部するんですか？脳波の診断から、もう今後どうしましょうかっていうお話になっていくんですかね。まあ、最初はもう本当にテストだけ、テストというかまあアンケートで、で、まあその別の日に脳波も調べてみたいな順番でしたね。順番にやって。あ、順番で。何日かに分けて行ってみたいな感じですかね。で、それで治療方針とか、もうその脳波とかはもう初日に確かやってもらいましたよ。で、もう出て、もうその時になんかしましたけどね。じゃあ、脳波の青くなってる方は、こういう発達障害でっていうのがもう分かってるっていうことなんですね。その、
そう病院そう。の先生というか、医学的には。医学的に、僕が行った病院結構ついてたのは、海外のそのアメリカの治療をやってるところとつながったんですよ。海外のそのアメリカの治療を、アメリカでもすでにやってる治療をされてるお医者さんにつながりまして、その先生は基本的に薬とかを飲まない治療。薬物療法、その薬はもう飲まない。基本飲まないって形で治療してくれるんですよ。いいですね。そうなんですよ。結構やっぱり負担かかるんでね、薬飲んだら。なんか、ストラテラとか、なんかいろいろあるんですけど、その強い、確かに飲んだら集中できるんですけど、でもそれ飲まないと集中できなくなっちゃうんで。でもそれ、ちょっとそれ嫌やな、思ってたんですよ、ずっと。で、代わりにちょっと脳波の治療してもらったんですけどね。その脳波の治療してもらって。で、もうその治療してもらって、だいたい2年半ぐらい通ったんですよ。その治療のために週に1回ペースで最初。その脳波の治療っていうのは、どんな感じの治療になるんですか？なんか機械を当てるみたいな、頭にこ機械を頭にこうつけるんですけどね。頭につけてもう。らって。で、それで脳波を整えるみたいな。で、それもなんか、動画みたいなアニメーションがあって、それをただ見てるだけなんですよ。30分ぐらい。そんな治療がありまして。そういうことをするんですね。っていうことをするんですよ。で、僕たまたまその当たりの病院だったんですけど、結構安くで受けれたんですよね。で、しかも、さらに安くして、自立支援医療っていうので、1割負担で生きるようにしまったんですよ。1割負担めちゃくちゃいいですね。でしょ。1割負担やったのが1割負担に変わったんですよ。自立支援のやつで行ったら。非常に安い価格でやってもらってるんですけど、今。じゃあそういうのもやっぱりね、しとかないとですね、もったいないですよね。10割負担と1割負担だと全然違いますよね。ねえ、全然違うでしょ。だから、普通やったらもう普通の保険とかで3割負担になってくるじゃないですか。そうですよね、はい。でも、自立支援医療を使ったら1割負担でいけるんで、むちゃくちゃ抑えれるんですよ、費用を。ああ、それはいいですね。だから、通い続けやすくなりますしね。なんで、そこが。で、結構ね、何かあったら、こう、相談したらアドバイスとかしてくれますしね。で、そこにもう2年半通われて、もう今は通ってらっしゃらない感じですか？今は月に1回ペースで通ってますね。報告がてら。で、結構なんかちょっとイラッとして切れてしまったっていう話をしたら、あ、ちょっと注射打ちましょうかって打ってくれたりとか。注射も打ったりしてくれるんですあ、ね。打ってくれます。なんかそういうのもあるみたいで。で、それあ、別に変な注射じゃなくて、ちゃんとしたやつなんですけど、別にだからそれも薬とかじゃなくて、ちゃんとした、なんか整えるような感じのやつだと思うんですけど、それもちょっとそれ打ってもらったらそれで安定はするんですけど。なるほどですね。ありがたいです。脳波の治療もなんかずっとやってたらいいんかなと思ったら、別にもうずっとやる必要ないっていう話で、あとも糖質制限とか、ちゃんと食事の療法とかちゃんとやって、激しい運動とかやったりとか、やっぱそういうのがいいみたいですね。やっぱ食事の管理とか、その辺とかそうをいうのもやっぱり関係あるんですね。関係あって教えてくれたんで、だからそこもすごい勉強になりますよ。おかげさんでそれで今進めてるんで、仕事の方は順調に進んでいるんですけど、なるほでですね、ど。そうこうしてるうちにちょうどいい時間になったんですけども、そうですね。ラジオを聞いて、プレゼントがあると伺ったんですけれども、プレゼントって何でしょうか？はい、ありがとうございます。先ほどもですね、少しお伝えしたんですけれども、私の YouTube チャンネル、六本木クマのクレネージュ美と健康チャンネルのコメント欄の方に、美と健康に関するご質問を送ってくださると、その質問に対するアンサー動画を作成しますので、どしどし送ってみてください。以上です。はい、ありがとうございます。本日はゲストとして、空色みかん工房の六本木くのちゃんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.